松本町の城下町、お城と民芸とそして、温泉の町、城下町松本をあといたしまして終点の新島島まで約30分ほどご案内をさせていただきます。どうぞお楽しみください。先ほどご案内いたしましたが、この松本電鉄上高地線、全長 14.4 キロという大変小さなローカル線でございます。その中でも飛間の距離が一番短いという西松、次は西松本です。この西松本とホームが左側にありますが、このホームには西松本の駅名表示板に国宝松本城のイメージをいたしました瓦や石垣を描きました。そこに松本のマスコットアラキちゃんとこの上高地線イメージキャラクターの遠藤渚を描きました駅名表示板にもなっております。どうぞご覧ください。この西松本を出ます。次は渚駅です。次は渚です。松本鉄道上高地線イメージキャラクター遠藤渚、この上高地線には渚駅と遠藤駅という2つの小さな無人駅がございます。この2つの駅から取らせていただきまして、遠藤渚と付けさせていただきます。この次の渚駅には遠藤渚の自己紹介と、そしてかつては大きな駅でしたこの渚駅、上高地乗鞍方面行く途中に大きなダムを3つ通ってまいりますが、そのダム建設の時に大変活躍をした大きな駅でした。今は小さな無人駅になっておりますが、その駅の紹介も兼ねますが、パンフレットも兼ねております。この渚駅ホームが右側になります。この渚駅の駅名表示板にもイメージキャラクター遠藤渚のイラストも描かれた地元密着型の駅名表示板にもなっております。どうぞ右手がホームになりましてご覧ください。渚駅です。この電車はワンマンで運転をしてまいります。北に新村、畑、終点の新島島以外の駅でお降りのお客様は、先頭車両の一番前のドアが折り口になりますので先頭車両にお進みください。この渚駅を発車いたしまして、次は信濃原井戸です。途中鉄橋を渡ってまいりますが、信濃川の一級河川、奈良井川といいます。この奈良井川、源流が木曽谷でございまして、中山道の奈良井宿と山原宿の間に鳥居峠という峠がございました。この峠、分水嶺となっております。南に流れますと、木曽川となり、農機を流れて、太平へと注いでおりますし、北に流れますと、この奈良井川となり、やがては日本海へと注ぐことになります。今渡っておりますのが源流木曽谷でございます。奈良井川です。ありがとうございました。品川に到着になります。品川ライダー、俺のお客様、先頭車両の一番前のドア折り口になりますので先頭車両にお進みください。品川台の駅を発車いたしますと、次は大庭駅、次は大庭駅になります。この大庭駅、
歩いて15分ほどのところに世界でも最も大きいと言われる、また貯蔵品もたくさんあるということで、松本の浮世絵博物館がございます。江戸時代、松本の豪商でありました坂井家が5代200年にわたって収集されたという10万点にも及ぶ浮世絵が四季折より常時100冊点ほど展示をされております。中には葛飾北斎や安藤博士といった著名な方々の浮世絵が数多く展示をされております。今や日本各地からというより全世界からこの最も大きいと言われたくさんの貯蔵品されております。松本浮世絵博物館を訪れる方が大勢訪れます。浮世絵というのは江戸時代最も手軽な庶民の情報源でございました。今でいうグルメマップやガイドブックのような役割を果たしておりました。そして数多くの浮世絵が作られましたが、明治時代に入りますと新聞や写真が登場することによってこの浮世絵の人気が廃れてまいりました。そして浮世絵の人気が廃れると同時に数多くの浮世絵が海外へ流出をいたしました。しかしヨーロッパでこの